京王電鉄バス、八王子営業所。京王電鉄バス、八王子営業所は、東京都八王子市長沼町1304番地の3にある京王電鉄バスの営業所。当初を表す、車内識別記号は C。最寄りバス停留所は、八王子車庫。八王子営業所が、当地に移転する前は、北の車庫という名称であった。 京王線北野駅から徒歩15分程度の浅川沿いにある。八王子市の JR 中央線以南、横浜線以西の地区、日野市、町田市の一部を管轄する。かつては、高尾や小仏、八王子市内の長房、城山地区のほか、多摩市や神奈川県内まで路線を伸ばしていたが、京王電鉄バスの分社化後は、京王バスや西東京バスへ路線を移管する形で、 管轄範囲は縮小している。2021年3月現在、京王電鉄バスとしては、子会社の京王バスを併設していない、唯一の営業所となっている。初代営業所があった甲州街道の並木町交差点付近八王子駅北口の旧、営業所跡地に建設された京王プラザホテル、八王子京王八王子高速バスターミナル跡地、八王子市内で、 路面電車を運行していた武蔵市、中央電気鉄道参加の八王子市街自動車をルーツとする歴史ある営業所で1948年の慶応帝都電鉄独立時に中野、国分寺、八王子の3営業所体制で発足した。慶応帝都の設立後に2回移転しており、当初は八王子市並木町の甲州街道沿いにあったが、1960年に 国鉄八王子駅北口の駅前へ移転した。この場所は、京王線の八王子駅への延伸計画のための、駅用地として確保していた土地を暫定的に、バス営業所として利用していたものだったが、京王八王子駅の地下化と延伸計画の中止により1992年に現在地へ移転し、跡地には、京王プラザホテル八王子が建設されて、現在に至る。 主力となる日のパス線や豊八線は、八王子駅北口、京王八王子駅から、甲州街道を経由し、日野駅や豊田駅へ向かう。国道20号の大和田坂上、大和田坂下を始発とする便は、すべてが、出港運用で、営業所から国道16号を経由して改装される。日11や豊か41の改装経路は、 日50や豊か56に出入港兼用とした運行がされている。遺憾後に廃止された路線を含む、京王バス南への遺憾路線西東京バスへの遺憾路線日のレインボー HR2000 年から2003年にかけて導入された。助手席済み、京王の電車、バス100周年復刻塗装八王子営業所で開催された記念イベント時の写真。 行き先表示器に、京王帝都の文字と、旧車門を表示している。他の京王電鉄バスグループの営業所に比べ、日産ディーゼル製の車両の割合が低めである。八王子営業所の特色として、日野自動車の本社、工場が運行エリアの日野市内の甲州街道沿いに、所在することもあり、日野自動車製の車両の割合が高いことが挙げられる。特に1994年までは、 同営業所で導入する車両のすべてが日野車であり、大型路線車では日野ブルーリボン HT が中心であった。ブルーリボン HT は八王子営業所と中野営業所に集中配備され、他の営業所では見られない車種となっていた。中でも1988年式から1994年式の車両は乗務員の負担軽減を図るため EG ドライブを目指し、 ほぼ全車が機械式 AT を採用し、京王帝都バス時代からの特徴的な仕様となっていた。末期の機械式 AT 車は全中扉間ワンステップバスで中扉4枚寄り戸という外見上も特徴的なスタイルとなっていた。ブルーリボン HT の最終導入車である C29410 は最後まで八王子営業所に残り2006年に除籍された。 これが八王子営業所最後の機械式 AT 社であった。その後1995年以降、平成6年排出ガス規制に適合し、モデルチェンジしてからはブルーリボン HT 風景の導入は中止された。またかつては他の営業所と同様日産ディーゼル社も多数導入しており、1995年に中型長弱車の JP を 富士重工化層で導入したのを皮切りに、小型車の RN や中型車の RM も導入し、八王子営業所でも、一時期は、日の車と共に主力となった。1999年に JP が平成11年排出ガス規制に適合し、キロリットル JP252 系となって、ラインナップにノンステップバスが登場した際には、京王発のノンステップバスとして、これを採用し、 西高火層の JP を全社的に大量導入した。しかし、翌2000年、日野自動車からも中型長尺ノンステップのレインボー HR が発売されると、八王子営業所ではレインボー HR を大量導入したため、日産ディーゼル車は他の営業所へ転属、または除籍席となり、2004年に UAK を導入するまでは、再び日野車が主力となった。 レインボー HR の導入は、京王電鉄バスグループ全体でも2000年から2004年までのわずか4年間にとどまったが、ブルーリボン HT と同様に、八王子営業所と中野営業所のみに集中配備された。中でも八王子営業所所属の車両が多数を占め、ブルーリボン HT と並び特徴的な車種となった。なお、レインボー HR には当時、中型長尺、中型、 小型の3種類のバリエーションが存在したが、k 応で導入した HR は10.5メートルクラスの中型長弱車のみで、9メートル中型車、7メートル小型車は導入していない。末期のレインボー HR は、主に2001年式と2002年式が他の営業所へ転属し、2003年式が長房団地、白山の手線の移管に伴い、 西東京バスの大型営業所へ譲渡後に塗装変更され、東営業所には工日の日のレインボー HR ありがとうイベント開催時に在籍していた3台が最後まで残っていた。京王からの譲渡者はフォグランプがないことと中扉下部の明かり窓で判別できる。西東京バスへ譲渡された車両が除籍後に地方のバス事業者へ再度移籍した例もある。 2004年と2005年に導入された日産ディーゼル UA も、その後、南大沢営業所や高尾営業所への転属、または除籍が開始され、2021年2月現在は C4520 が府中営業所へ転属しており、C4524 の1台を残すのみとなっている。2016年8月現在、大型路線車では2006年より、 イスズ・エルガとの統合モデルであるブルーリボン2の導入が始まり2012年より導入されている三菱不装エアロスターと共に主力となっている中型車では2008年よりイスズ・エルガミオとの統合モデルであるレインボー2の導入が始まり2013年には三菱不装エアロミディ MK を導入した UD トラックスがバス製造から撤退したため 三菱不創生の車両も増えている。2020年に導入された三菱不創生エアロスターの C32003 号車は従来の k 王電鉄カラーではなく k 王バスカラーで導入された。なお八王子営業所ではコミュニティバスの受託運行はしていないため前述の日産ディーゼル RN が全車除籍された後は日の DSC 及びポンチョなどの小型車は導入されていない。 2021年3月、京王電鉄バスグループでは、初となる、連接バスを導入した。日のブルーリボンハイブリッド連接バスが、八王子営業所と、高尾営業所に一台ずつ配置される。2000年から2003年にかけて導入された、中型長尺ノンステップバスの日のレインボー、HR は、最後まで残っていた C2207、C2214? C2317 の3台が2017年3月をもって全社除籍された。日のレインボー HR の最後の3台の除籍にあたり、2017年3月18日にありがとう HR イベントと題し、さよならイベントが開催された。イベント会場は八王子営業所ではなく多摩営業所が使用された。また当日朝には、 新宿駅西口28番バス乗り場から会場直行の無料シャトルバスが運行された。展示車両は C2317 で多摩営業所構内へ改装の上、京王から西東京バス大梅営業所へ移籍した同系同年式の HR、HR の代替で八王子営業所に導入された新車のブルーリボンキロボルト290系と3台並べて展示された。 一般路線バス車種のさよならイベントは珍しいこともあり、インターネットのニュースサイトなどでも多数報道された。なお、京王電鉄バスグループで行われた一般路線バス車種のさよならイベントは2012年6月23日から同年7月8日にかけて調布営業所で行われた日産ディーゼル RNL79,952 の引退記念イベント チョロキューバス採用なら運転に続くものとなる。ありがとうございます。